難波の歩道に無断で置かれた大型の植木鉢、その数およそ100個。大阪市の職員は今日現地を訪れ、数や大きさを調査しました。市によりますと、植木鉢は10年以上前から置かれていたもので、所有者や放置された経緯は分かっていないということです。市では今後この場所に駐輪場を設置する可能性があることから持ち主を探しましたが、昨日までに連絡はありませんでした。まあ、違法物件という扱いになります。速やかに撤去していけるように、段取りをしていきたいと思っております。市は来月中にも道路法に基づき植木鉢を強制的に撤去するということです。